仕組みが分かれば原因も分かります。やっぱりセラピストってここを知っておくっていうのがやっぱ一流になってきますね。ただリンパむくみの原因になるだけだとやっぱ浅いので、仕組みなぜこういうふうに動いているのか、じゃあ実際にどういう動力源で流れてるかっていうのがですね大事なんですけど、ここに書いてある骨格筋ポンプっていうですね、筋肉運動が主な流れる仕組みになります。心臓のポンプがあるのが血液です。心臓のポンプで血液っていうのは末端まで行って吸い上げるまで約40秒から1分、ほぼ1分以内に末端まで行って吸い上げてきます。それぐらい早くやるんですけど、それはなぜかというと心臓が絶え間なくドックン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 ってやってビューって血液を送り出してギューって吸い上げてくれてるから。でもリンパって動力源がないんですよ。弁がついてましたよね。筋肉が縮んで伸びる縮んで伸びるっていう時にこれがキュッて潰されてピュッて流れる。弁がついてるから逆流はしないんですよ。つまりリンパって押し潰されて流れるだけなんですよ。心臓と違って常にドックンドックンってやってるわけじゃなくて、立ちっぱなしの人っていうのは筋肉使わないとか座りっぱなしの人も筋肉使わないからリンパの流れる動力源が作動しないんでむくんでくるんですよ、夜になると。だから女性の方ってよくあむくむって言うじゃないですか。男性であ夜になったらむくむってあんま言わないですよね。筋肉量の違いです。女性は筋肉量が少ないからポンプが弱いんです。男性は筋肉量が多いからちょっと歩いたり動いたりするだけでポンプが強いんでギュッて流れていくからそんなにむくみにくいです。なんでもうそれはもう男女の体つき筋肉量がやっぱりもう全然あからさまに違うの。だから老廃物が流れやすい。でちなみにその筋肉運動をやっぱやってる人、骨格筋ポンプが強い人って社長さんってトライアスロンとかジム行ったりする人多いじゃないですか。あれは体の筋肉鍛えてポンプの力強くしとけば疲れにくくなるんですよ。だから社長さんほどバリバリ働くじゃないですか。一番動くじゃないですか。疲れないのかなと思ってるんですけど、めっちゃ動かしてるから筋肉老廃物どんどん流してるんですよ。で流れのいい体作ってるんで仕事のパフォーマンスも上げていける。こういう骨格筋ポンプを使って筋肉量をアップさせてます。で 2,3,4 は呼吸の横隔膜ポンプと、腸が消化する腸前動運動っていう腸の消化するときに動く内臓筋ポンプ、あとは血液の脈動っていう脈動ポンプですね、脈拍で流すやつなんですけど、 2,3,4 は自動的に流れます。これ自律神経の部分ですよね。自律神経の部分で自動的に流れるんですけど、そんなに大きく動かないですよね。呼吸も普段の呼吸ってそんなに大きくないですよね。大きく深呼吸すればまた別です。で吸えばこう肺がぐーって膨らむんでその辺のリンパ管がぐーっと押しつぶされて流れますし、ただ普通に呼吸してる時ってそんなに肺が大きくなったりしてないですよね。そうなってくるとビビたるものですし、腸前動運動って腸のこう内臓が消化する時にちょっと動くじゃないですか。それが周りのリンパを刺激で少し流れるとか、あと脈動トックントックントックンっていう脈動、さっき言った静脈の近くにリンパって流れてるのでその微妙な振動で若干流れるとか、若干です。つまり 2,3,4 はあんまり期待しちゃダメです。まあ、自動的に流れてますけど最低限の部分だけですね。あんまり期待しない。じゃあ筋肉運動が結構重要だっていうのは分かると思うんですけど、筋肉運動をあんまりしない人にとって何が必要かというと外部からの刺激っていうのが必要になります。押されたり揉まれたり、そうすることによって体のポンプが、ね、筋肉はできないんであれば誰かに押してもらったりとか、これ実は寝返りもそうです。寝返りを打つことによって外部からの刺激でポンプにしてるんですよ。だから老廃物が寝てる間に疲れが取れていくけど、寝返りを打たない人は常に動かないんで疲れが溜まりやすい。これは外部からの刺激です。で僕らのやってるリンパドレナージュっていうのはこの5番の仕事になります。フランス語でリンパドレナージュっていうのは、リンパっていうのはまあもちろんリンパですし、ドレナージュっていうのは排出、排水とか排出っていう意味です。ドレナージュっていうのはフランス読みですね。仕組みが分かれば原因も分かります。やっぱりセラピストってここを知っておくっていうのがやっぱ一流になってきますね。ただリンパむくみの原因になるだけだとやっぱ浅いので、仕組みなぜこういうふうに動いているのか、それは筋肉運動だったり外部の刺激とか、だからそういうためにはなぜこういうふうに解剖していかないと分かんないですよね。弁がついてて動力源がないから筋肉の収縮で流れるよっていうのが分かってくると思います。そしたら原因が分かるんですよ。リンパが流れが悪くなる原因、流れを悪くする原因って分かればお客様の根本改善ができますよね。僕ここがすごい大事だと思ってて、セラピストってただケアしてその場限りで変えるんじゃなくて、人生変えようと思ったらお客さんの習慣変えてあげないといけないんですよ。つまり何か悪い習慣してるからむくむし老廃物たまるしってなってるので、そのためにはどの原因でその人がそうなったかって
見つけてあげないといけないんですよね。なので必ずこの原因っていうのは根本改善っていうのを目的とするので知っておかないとダメです。はい。